さて、ウクライナのカルペンコ選手の床をご覧いただきます。この人も非常にアクロバティックな演技を見せますが、これは非常に難しい技の組み合わせですね。はい、世界選手権は怪我で出られませんでした。ここはまた非常に長いアクロバットシリーズですね。まあ、この選手はジュニア時代にも国際ジュニア大会日本に来日して、それこそ上位にはいかなかったんですけれども、その当時から非常に高難度の技を行って非常に注目していましたので、やっぱり出てきたかという感じですね。そうですか。何しろウクライナは怪我でポドコパエバ選手も出られませんでした。世界選手権4人で戦ったんですよね。そうですね。まあ、その後、まあ、復帰してまして、これだけの技してますので、非常に世界選手権は残念でしたね。屈伸のダブルは足が一歩出てしまいましたが、高難度のシリーズ本人も見ていてくださいと昨日話しておりました。よくやはりシェレメータ選手とウクライナでは比較されるそうですね。そうでしょうね。やはりもうポトコパエバ選手が世界チャンピオンになって、はい、その後この選手、あるいはシェレメータ選手が次期のウクライナを引っ張っていく中心の選手だと思いますね。なるほど。抱え込みのサルトで最後は終わりました。ちょっと